よっよっ、さーっと戻して、ちょっと この先ももしかしてアイテムある？あるな。ほっときたい。うわー、来やがった。とりあえずこいつ倒そう。そこまで振ったらもう余裕だよ。ボコボコにしてやった。じゃあとはお前の倒さだ。俺に敵などいないんだ。よし、まだある。あれ、これはシグルイさん戦ってザック、早っ、下段槍だ。下段槍早い。下段槍の攻撃、今中段になってるね。危ね、私の方が一瞬早かったよ。サイドステップの速さ俺より速いぞ。しかし置いておく攻撃によりやつは簡単に死んでしまう。まあとりあえず行きますか。さっきここから引き返した。なんか出た。あれ強制的に出た。落ち武者になってるねこの人。どうせ回復するんだろうっていうことで無理やり力押しで倒させていただきました。よっよっよっ。なんで今落ち武者、またまた来た。なんで強制的に落ち武者が湧くんだここ。シグルイさん、シグルイさん、どいて。おお、その動き、その動き。置いておくなら上段がいい。倒しきるなら下段が。武功を手に入れてるからやっぱシグルイ呼ばれてるよね。どういうこと。お前か、お前敵だろ。こいつが強制的に呼んでたのか。そういう敵もいるんだね。ほんとね、シグルイタンを勝手に呼ぶのはやめてください。結構強いんだから。で終わりか。あれ、なんだったなここ。あ、なんか雲か。
え、終わり？特に何もなかった感が。レアアイテムがいるわけでもしっかりとしたボスが撃てないね。何もない。よし、ここも倒しよっか。じゃあこの餅、かっこいい。後ろからの攻撃をお前ガードした。結構あ、ちゃんと斬新したからだいぶスタミナが回復した。お前もスタミナがなかったんだね。全部倒したって なんかないのかよ。ここ一発ぐらいぶち込んどくか。消費出ないけど。うわっ！びっくりした。まあ、予想外の行動は幹部。だから死ぬぜ。安全第一。ここまで帰ってきたくない。5。びっくりした。なんかあるかもと思って打ったはずなのにね、心構えができてなかったっていう。あー、びっくりした。よし、これであとは城の中だ。参る必要ないけど、まあ回復薬の補充を。レベルも上げれないし。プラノ残数のクリニックを持って、2個も持ってて、2個ぐらい持ってくんだろう。これ今転がしてくんだろこいつ。結構な威力。駆け抜けてしまいたくもあるけど。死んだ死んだ。ダッシュ攻撃の危ない、危ういのはそこだよ。ダッシュ攻撃するのがベストだ。普通にもうここお前一遍お前倒すだろ。
よっ、一発ずつ安全なぐらいいった。よし。さすがにあんだけ隙だらけなね、技されたら一気に攻めるけど、足軽大将の槍だって。だいぶ弱かった。飛び降りたと。うぜ、降りてきたこと、降りてくるとかそういうのあるんだ。降りてきたの初めてじゃない。でそこにちょっとでっかいのいるけど無視していいだろう。よし、縄文の鍵を、ああ即戦ポイント、無視して走ればよかった。こんな近くにあるんなら。金もちょうどいいだけ貯まったってほどでもないか。ね、小玉のカゴ何もしてなかったから何かしとこう。何もないよりは何かした方が絶対お得だ。これが欲しいんだよ。アムリタアップ、アムリタアップ、オーオッケー、レベルも上げる。これレベル上げるから、もう出川みたいな喋り方になってしまった。俺レベル上げるから忍び10ちょっと目指してみようかと思う。さあ、ザコも復活してしまったわけだ。近場から順番に。音楽が変わった。下り坂か。ひーたまや。怖い。ほら。どこここ。何これ。アイテムも何にもねえっていう寂しさ。ショートカットだ。とりあえず開けよう。このゲームはショートカット開けてる途中もしっかりとダメージ判定があるから開けれてねえし。ここか。ああ繋がったのか。同時には戦いたくない。先にこいつ倒しとこう。はよはよ、同時には戦いたくない。これはダメだな。だよな。さあここで倒しとこう。もうっ勝手に落ちた。でここにも行ってるよね。さっき俺が逃げた場所が悪かったね。こっちで戦え。こっちも狭いんだよな。そういう、
これで一気に倒すのが一番楽。これで全部か。4、5。ただの箱としてウヌにこれを渡すわけには。やっぱこの声千葉さんだな。オッケー、もうショートカットも全部開けたろう。我らにもはや勝ち目はない。チャキ一つで加盟がつながるのならば信長に譲り渡せばよいの。俺もそう思う。だがだがね、チャキ一つに命をかける。しかも自分の命だけじゃなくてお家までかけるってね、どんだけ大事だったの。あの偏屈じじいめ、信長様の度重なる恩情を不意にしおるとは。一族老頭おなごともども皆殺しにされても構わぬというのか。皆殺しにされるよりも茶器の方が大事だったんだね。あれ、回復薬が残り6まで減ってしまった。もうボスかな。うわ、嫌なのいるわ。しかもあれ、こいつ復活のタイプだ。火吐かしたのがよっぽど安全。燃える。火吐いてる。こっちの方が全然いいわ。こいつ強いわ。しかも復活のタイプだからな。ボスっぽくない？